なんか式があって、この時のサインとコサインを出せってことね、言われております。っていうことは、まあ、とりあえず左側の式使ってタンジェント出したらいいんじゃないですか、まずは。で、あとは、いつもやってますね。サインとコサインとかタンジェントとかの変換式使えばいいでしょう。ということで、どうしましょう。これ両辺ともにとりあえず1マイナスタンジェント、これ持ってきます。これこっち持っていくか。な、1足すタンジェントイコール、もうかけていいですか、一気に。3足す2ルート2と、マイナス3足す2ルート2のタンジェントということですよね。これ普通にこっち持っててかけただけね。この子とこの子。こいつと1かけて、これみたいな。ね。で、この子とマイナスタンジェントかけて、これってなってるだけです。で、じゃあまあタンジェントをこっち持ってきますか。で、この数字をこっち持っていきましょうか。な、マイナス2、マイナス2ルート2、イコール、タンジェント右持っていくってことは、マイナスタンジェントになるってことは、この括弧の中に含めてあげると、マイナスが1個増えるんで、マイナス括弧4のってことかな。こんな感じになりますね。あとはこれ、t イコールにしたいでしょ。t っていうか、タンジェントか。タンジェントイコールにしたら、マイナス、これ2でまとめておきますか。2√2分の、あとこいつらもマイナス2でまとめときますと、こうですか。こうだね。ピッピッてじゃあ約分します。ほな、これでタンジェントの値が出たよと。タンジェントシータは、2√2分の1+√2やと。有理化しておきましょう。4-2やね。まあ、4-2の上は、1√2に、2√2ですか？をかけといたらよろしいでしょうかね。ちょっと待ってくださいね。危なーい。これプラスちゃうか？こっち。いやね、ここプラスやもんね。危ない。ということは、ここプラスや。ということは、ここはマイナスですね。大丈夫ね。これ合ってるよね。ちょっと待ってな。確認させてもらっていいですか？こっち持ってってますんで、こうなってます。で、マイナスで割ってますよ。で、2でまとめただけやもんな。ってことやから、こうなってますんで、大丈夫ですね。はい。有理化今しました。両辺ともにね、上下ともに2√2をかけました。そうすると、右に書きますか。分母が2分のになって、分子は、これとこれで2やけど、結局これとこれでまた2が消えるから、また出てくるね。まあ、いいか、かけますか。2-√2+√2の、-2でしょ。なんかここ消えてしもうて、ここ計算したらただのルート2や。ということで、2分のルート2って出ましたね。タンジェント。はい。じゃあ、それに対して、まず、コサイン出しますか。これね。1+tan√2は、コサイン2乗分の1いう式がありますんで、これに代入しましょう。そうすると、1+tan√2、今2分のルート2って出てるからね。2乗してあげると4分の2です。まあ、つまり約分して2分の1だね。で、こないなってますぜ。ということで、ここ計算してあげると2分の3ですか？イコールコサイン2乗分の1と。逆数にしておいてあげましょう。そうするとコサインの2乗は3分の2ってなりましたんで、な、コサインの値は2乗を取ると、プラスマイナス、ルート3分の2と。もうルート3分の2って書いていいですか？こうさせてもらいますね。はい。じゃあ、あとは、それぞれに対して、サインが出ますよと。で、サインなんですけども、それは、これ使ったらいいんじゃないですか？タンジェントイコールコサイン分のサインっていうやつ。これさ、サインイコールにしてあげると、このコサインね、こっち持ってくると、タンジェントかけるコサインで出てくるのよね。なので、タンジェントのこの2分のルート2っていうのと、これ、コサインのプラスマイナスルート3分の2っていうのを掛け算すれば、サイン出るでしょ、ということです。ということで、2分のルート2に、今の、まあ、ルート3分の2、まあ一応プラマイね、をかけてあげましょう。そうすると、下が2ルート3分の分母が2ですか。ピッピッて約分してこうや。プラスマイナスな。ということで、これで出ましたよと。サインとコサインの値求めましょうなんで、サインシータとコサインシータ、これ今2つずつ出ましたからね。よいしょ。サインシータが、プラスのルート3分の1の時、コサインシータは、ルート3分の2だと。
サインの値がマイナスルート3分の1だった場合、コサインの値はマイナスルート3分の2だということですね。これでよろしいんじゃないでしょうか。有理化せなあかん。いや、いいでしょう、これで。ね。もし有理化したら、ここの分は3分のルート6とか、ここの分3分のルート3にはなるけどね。これでいいと思います。はい、ということでした。